ちは、僕孫悟飯です。僕に教えられることがあれば協力します。あの僕が先生をすること、お母さんには内緒にしてくださいね。バカな、とんでもない力だ。こんにちは、僕孫悟飯です。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。こんにちは、僕孫悟飯です。
ておきましょう。お疲れ様でした。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。こんにちは、僕孫悟飯です。大したやつだぜ、貴様は。何をしているの？さっさと始めろ！それがなぜ一流の選手と言われているのか。本気で強くなりたいようだな。いいだろう。鍛えてやるとするか。バカな、とんでもない力だ。
怖いこの宇宙一のスーディー最悪の二人だったか心配するんだ長い程度に遊んでやるからな今はすごく偉そうだまあ邪魔にはいいだろうが俺たちの隙を突いて技を繰り出してみる諦めたのまず貴様にしてはいつもどきだしたことが油断しちまったぜ。今日のところはここまでにしておいてやろう。まったく大したやつだぜ貴様は。今回はちょっと厳しいかもしれんが俺もお前のためを思ってのことなんだったよベジータナンバー遠慮はいらんぞやってくれラディッツ貴様俺に命令しているのか弱虫ラディッツが偉くなるんだなやめろその名前で呼ぶんじゃねえ貴様のことは後回しだこいつと遊んでほしいんだったなちょびとしておい貴様見たくなければ気をついて反撃してみろでやってる。もう終わりだ。なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。山が勝つ見込みはゼロに近いが、まあ、この子は相手をしてやろう。うわじわ、少しずつ攻撃を強くしていってやるぞ。気の力だって貴様が、ここまで強くなった。
絶対に何かの間違いだ。貴様がこの俺を超えるなんて。バカな、とんでもない力だ。俺様の攻撃でどこまで耐えられるか。俺にはわかるぜ。てめえも戦うのが大好きって口だな。気に入ったぜ。今日から俺の遊び相手にしてやるよ。バカな、とんでもない力。せいぜい楽しませて。おいラディッツ、攻撃するんじゃねえぞ。うるせえな、分かってるっつう。やっと死ぬで技を出して俺たちのガードを解き上げて。技をうまくしてめえやるじゃん。これくらいで終わりにしといてやる。腕がしびれちまったぜ。まったく大したやつだぜ貴様。
行け、サイバイバイ。お前たちの恐ろしさを見せてやる。サイバイバイの動きを読める技を出してみろ。俺も使えた。それくらいで参るんじゃねえぜ。いいぞ、その感覚だ。やればできるじゃねえか。貴様の出番だな。たっぷりと可愛がってやるぜ。まったくてめえの成長には驚かされるぜ。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。いよいよ本番ってわけだ。本気で行くぜ。捕まっちまっても恨むんじゃねえぞ。このナッパ様の究極の必殺技で俺自身を倒してみる。もう近い。死んじゃねえ。楽しませてくれよ。すげえぜ、本物の戦士になりやがったな。これはもう先生でも生徒でもねえな。俺たちはダチだ。まったく大したやつだぜ貴様は。
授業だと？お前もな、実践だ。もう一式で来るんだ。いいな。教えた技を使って戦ってみせろ。認めてほ、こんなものか。とりあえずは合格だ。バカな、とんでもない力だ。今回は栽培マンどもと戦ってもらうぞ。奴らを倒せれば、俺が相手をしてやる。教えた技を使って戦ってみよう。わかったな。できるじゃないか。今の動きはまあまあだったぞ。次もその調子でやるんだ。まったく大したやつだぜ、貴様は。ベイジー、本当に三人でやっていいんだな。殺しまってもいいって言うんだ。俺たちを楽しませてもらいたい。聞いての通りだ。死にたくなければ貴様は俺たち三人を近づけないように戦うんだ。うん、さらに放った。
ない花火だ。万人を相手にちゃんと技を使えていたな。褒めてやってもいい。だが次も気を抜くんじゃないと、しっかり備えておけ。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。さあ、これが最後。俺様の生徒にふさわしい戦いで優秀の美を飾って見せやがれ。これまでのように手加減などはせず、覚悟してかかってこい。俺を満足させるほどに強くなった。厳しい戦いに耐え抜いた実力を認めてやる。喜べ。これで貴様も一流の戦士だ。まったく大したやつだぜ貴様は。